And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the Persian fires. ブライス、島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ春日さん、またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかったやつらだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうしたい？留守なのか？何かご用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォントーの話はやっぱり本当なのか？あんた、その子たちに何をするつもりだ？They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand a Hawk warrior's spirit. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly.哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出したい。それをあんたは追ってる。澄ました面して、それは必死にだ。おお、普段は目立たないようにしてるくせに手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか、人々を導き教えを諭すのは全てこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。ブライス！Heretics be gone！さっさと始めようぜ。よし。覚悟。行くぜ行くぜ。もらった。放電準備。してな。Let's see you try. I'm gonna put the hurt on you. Let's see you try. That your mom? Let's see you try. Let's see you try.気が乗らないな。はぁ、やっお似合いよ。いくぜ。水にはね、受けてみな。やつ受けて Let's see. Give me strength. Hey, your mom. Come on. ミスったらごめんね。ビビってんのか？せっ。死ね俺だ。相手してあげる。よい。行くぜ行くぜ。やんのか。かかってきな。もらった。調子がいいぜ。私の出番ね。受けてみな。ガツッといくぜ。覚悟。行くぜ行くぜ。受けてみな。ガツッといくぜ。私の出番。調子がいいぜ。受けてみな。次も許してやるよ。だな。よし、上昇上昇。吸収が早いのよね。また成長しちゃった。これが俺の真骨頂よ。また強くなっちまった。いっぱいやる。ブライスにはもう追いつけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン、春日さん。なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのはめったにないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で帰ってきてみたらこのありさまか。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、茜さんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デイナさん、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。頑丈とバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それは。ネレ島に行ったら一生をそこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて。でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか？ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか？警察官の制服でした。なんだと？ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな。あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちやここの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。それは。あなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか？待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか？選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。桐生さん、桐生さん、もう日本に着いたのか。ずいぶん深く眠ってましたよ起こすのが気の毒になるくらい。そうか、悪かったな。あ、それとさっき一番からメールがありました。パレカナの教祖に出くわしたそうですが逃げられたって。茜さんとラニはまだ見つかってません。進展があればまた連絡くれるそうです。分かった。ハワイのことは今は一番たちに任せましょう。俺たちはまずは病院です。そのために帰ってきたんだから。ああ、分かっている。難波さん。ああ、どうも。どうでした？ご本人も認識されていますが、症状がかなり進んでいます。正直こうやってご本人が直接通院されてきたことに驚いています。それぐらい体への負担は大きいはずです。尋常ではない精神力をお持ちなんでしょう。そんなに悪い状態なんですか？医師の立場としては今すぐ入院して療養に専念することを強くお勧めします。それが無理でもせめて在宅で安静にして療養するか。はい、でもきっと。ええ、はっきりとその意思はないとおっしゃられました。決めるのはあくまでご本人です。医師にその権利はありません。おそらくもう何度もやられてるとは思いますが、難波さんからも改めて療養を進めてみてはもらえませんか。何かのきっかけでお考えが変わるかもしれませんから。ええ、わかりました。失礼ながらあの方は自ら生きることを放棄しているように見えます。死に急いでいる、そう言い換えてもいいかもしれません。医者として正直歯がゆいです。あれだけ気丈に振る舞う精神力をお持ちなのに、一体何がそうさせているんでしょうか。本当なんでなんでしょうね。どうぞ。ここ一番の家なんです。汚えとこですみません。すぐにもっとゆっくり休める場所を探しますから。いや、そっちさえ構わなきゃここがいい。ホテルに泊まるより人目につかねえ。俺もう死んだことになってる身なんでな。そうでしたね。花輪さんからも言われてますよ。人前で呼ぶときは鈴木太一さんでって前にも使ってた偽名なんだ。気を使わせちまって悪いな。まあそんなことよりねえ桐生さん、聞いた話じゃあんたもう治療しないってことだけど、そいつはどうなんですかね。医学は今この瞬間も進歩してるし、もう少し粘ったってバチは当たらねえ。よかったら俺もいろいろ当たってみますよ。何かがんの新しい治療法とか。いいんだ、構うな。それについちゃ大道寺の連中も散々調べてくれた。俺なりに何もあがかなかったわけじゃねえんだ。せめて茜さんたちが見つかるまでは持ってほしかったんだがな。これからって時にガタが来ちまった。思い通りにいかねえもんだ。桐生さん、失礼しますよ。もしかして俺の出てる間ずっと調べ物してたんですか？ダメですよ。それじゃ何のために日本に帰ってきたんだか。どうにか春日たちの力になれねえかと思ってな。パレカナについて調べていた。収穫はねえけどな。ネットで分かりそうなことはほら、A ちゃんってのがやってくれてます。ここで桐生さんにできることはありませんよ。とにかくあんたは少し休まねえと。無駄だよ難波。その人に何を言ったところでね。ん？お前は客を連れてきちまいました。あ、大丈夫。信用できるやつですから。どうせ一人にしたらまた調べ出すに決まってる。不毛なことは承知の上でな。確かコミジュルの孫妃ですよ。覚えてました？今はハンピンリウマンも束ねる偉人長の顔役です。私はあなたと同じ日陰者だ。周りには死んだことになってる人間が他にも大勢いる。だから私と会ったところで大道寺の人間は気にしないだろう。なんでここに？病気の人間に挨拶させる手間を省いてやったんだ。それに裏社会での格はあんたの方が上で、こちらから挨拶に出向くのが筋ということにしておこう。俺がチクったわけじゃないですよ。こいつ桐生さんが来てることをあっという間に嗅ぎつけてて。そういやこの町の情報はコミジュルに筒抜けだったな。座ってもいいか？とりあえず万病の薬を持ってきたんだ。一応元看護師の身としてはおすすめできねえんだけどな。伝説の竜が起こしたあらば手ぶらで来るわけにはいかないだろ。なるほど、春日はよそ行っても相変わらずだな。自然と周りに人が集まってくるのは愛嬌のせいか？愛嬌ねまあ言えてる。ああ、それがあいつの不思議なとこだ。見てるうちに何か力になってやりてえと思わせやがる言いたかねえが、それがあいつの人徳ってやつなのかもな。それ聞いたらあいつ喜ぶだろうな。ん？どうした？俺の顔に何かついてるか？なあ、キリュウさん。あんた、一番好きな食べ物ってなんだ？なんだ急に。言い方を変えようか。今日人生が終わるとして、死ぬ前に何を食べる？最後の晩餐ってやつさ。おい、どうしたんだよ、その日。今のキリュウさんにそんな話。別に構わねえよ。けど、なんだろうな。死ぬ前に食いてえもんか。やっぱりね。普通はそんな時間をかけずに答えられるものだ。どういうことだ？あんたがいかに自分のために時間を使ってこなかったかがよくわかる。常に誰かのために生きてきたね。兄弟分の代わりに10年無所に入ったんだったな。え、そうなんすか？無実で親殺しの汚名を着てたんだ。で、その懲役中に消えた沢村由美を追い、その娘である沢村遥の成長を見届け、ここ何年かは彼女たちのために自分の死まで偽装している。だが、本当の死が間近なら、最後くらい自分のために時間を使ったらどうだ？言ってることはよくわかるぜ、その日。その通りだ。俺もそう思うんだけどよ。はあ、なんであんたが俺にそんな気を回すんだ？コミジュルの人間も似たところがあってね。かつて我々は人言派に忠誠を誓い、生きるも死ぬも組織に手綱を握られていた。その呪縛を逃れたはずのこの地でも、なかなか自分の人生を取り戻すことはできない。結局そのまま最後を迎えた同胞を何人も目にしてきたよ。彼らの上に立つ身としては寂しい限りだ。あんたは俺のボスじゃない。ああ、だがここは私の町だ。堂島の竜に不完全燃焼で死なれちゃ夢見が悪い。はあ、随分な言われようだな。そんなすぐ死にそうに見えるのか、俺は。いや、そこまでじゃないんですがね。けどここは使命として休む、気晴らしするってのはどうです？多分その日はそう言いてえわけだろ。ま、そんなところだね。気晴らしって何をしろってんだ？じゃあ、あんたなら何をする？ん？私か？なんだよ。いざ自分が言われたら何すりゃいいかわからねえってか？いや、そうだな。私はよくバッティングセンターで気晴らしをする。無心で球を打つんだ。大抵は半純義に生意気な口を叩かれた時。ああ、また。そういうアクティブなやつはちょっとまずいな。今の桐生さんはとにかく安静にしねえと。よしてくれ。俺はまだそこまで弱っちゃいねえよ。なら、その言葉を証明してもらわないとね。ん？行こうじゃないか。今すぐに。この町にはいくらでもお楽しみがある。だがまずは一発バットでかっ飛ばすといい景気づけになるな。マジか。よし、わかった。俺もその気に乗りますよ。街に出ましょうや、桐生さん。どうせ横になって休む気もないんでしょ。たくまいったな。まだマッコリが残ってるじゃねえか。伝説の極道がケチなこと言うな。飲み足りなければこの先私がいつだって付き合ってやる。何年も組織のトップなんてやると、たまには対等に口聞いてくれる相手が欲しくなるんでね。それにあんただって難波と二人じゃすぐに息が詰まるぞ。確かに言えてるな。あ？あんた、そりゃないでしょうよ。つべこべ言わず、私も仲間に入れるんだな。この町にいる限り異論は認めん。